はい、こんにちは。今日もリベ大両学長がおすすめする書籍1億円貯める方法お金持ち1371人聞きましたの、ついにパート4をやっていきます。今日で最終回になります。どうですね、ご覧いただいている皆さん本当にありがとうございます。今日はですね、前回までの動画で1位から30位までの、お金持ちが億万長者の方が考える成功要因っていうのを紹介してきた中で、今回はですね、その30個っていうのを7つの分類をしていきます。で、その7つから何を読み解いてほしいかっていうと、1位から30位まで1個1個っていうのを覚えるっていうよりも、その7つ分類された中の、大テーマっていうのを皆さんの意識に置いといていただいて、これが自分の得意分野だ、じゃあこれを、自分の人生に生かしていこうとか、お金を貯めていく、お金を稼ぐための力にしていこうというですね、ぜひヒントにしていただけたらと思います。僕もですね、やっぱりその全部っていうのは難しいですし、一個一個のその分野っていうのを見ていくと、あ、これがやっぱり自分の、勝てる要素かなとかっていう風のが結構ヒントとしてたくさん見つかりましたんで、それをですね、まあ、僕も偉そうに言ってて、お金が全然稼げてない人間ですから、これからあのガンガンですね稼いで、やっぱり家族を養っていくためにも一生懸命やっていこうかなと思いますんで、皆さんと共に、この動画を通しながら勉強ができればなというふうに思います。自分の伸ばしやすい得意分野を見つけて、で、考察に関しては、あの各1位から30位までの考察っていうのはいろいろありますんで、またパート1からパート3までの動画を改めてご覧いただけたらなというふうに思います。ということで、7つの分類を紹介していきます。まず1つ目、社会的手腕ということで、これは何かというと、社会的手腕の中には30位の中に入っている分類の中で4つ入ってます。まず1つが人とうまくやっていく、そして2つ目はリーダーシップを発揮できる、そして3つ目、自分のアイディアや、製品を売り込む能力がある、そして、15位に良き指導者がいるということで、これやっぱり対人関係というところで、社会的に自分の能力とか人間性をどうやって活かしていくかっていうところ、だからコミュニケーション能力が高い方ですとか、あるいは外交性の高い方なんかっていうのは、この能力っていうのを非常に活かす機会があるんではないかなというふうに思います。はい、で続いて2つ目ですね、批判への対応、ごめんなさい、批判者への対応と、コーチングで言うとドリームキラーという言葉があって、皆さんが目標を立てますよね。その目標を、いや、やめとけよっていうふうにすぐに否定したり反対してきたりする人のことを、批判者とかドリームキラーっていう風に言います。例えば皆さんが禁煙をしようとか禁消しようと思ったら、禁煙してる、禁煙俺はするぞって決めたのに、横でふわーうん、まってタバコ吸ってる人とかですね、あの、おっとこれワンカップ美味しいぜって、僕ワンカップ飲んだことないんですけどね、うーって言って目の前でこう酒を飲むような人たちのことを言ったりします。でこれはですね、ランキングの中で言うと、誹謗中傷に耳を貸さないということ、それから2つ目、競争心旺盛で負けず嫌い、これがごめんなさい、パート3で実は紹介すべきランキングに入ってた第8位のところだったんですけど、僕は抜かしてしまったんで、競争心旺盛で負けず嫌いだっていうこと、そして3つ目に人から尊敬されたいという欲求を持つということですね。つまり特に尊敬されたいという欲求って、あれ批判と何の関係があるのっていうふうに思うんですけれども、要は自分のことを大事に思ってくれる人に注目をして一生懸命頑張りましょうねっていうことが言いたいのではないかなというふうに思います。皆さんがいろんな目標を立てたりとか夢を持ったりとかした時に現れてくる批判者に対して、強固な姿勢で、いや、お前たちの言うことなんか全然関係ないと、俺は俺の人生で行く、私は私の道を走るんだっていうことができる、そういう強靭なメンタルを持っている方は、これが非常に得意分野になってくるのではないかなというふうに思います。はい、続いて、あ、まだあった、ごめんなさい、それからですね、人一倍精力的っていうものと、それから肉体的に健康であるっていうことも大事です。やっぱり嫌な人と付き合ったりとかしてると、精神的にこう折れてしまったりとか、ストレスが溜まっていって体にも良くないというところ、健康にも良くないというところですから、その健康を保てるとか、人に何を言えるか、私は頑張るぞっていう精力的に、いけるかどうかっていうのも、非常に重要な要素になっていきます。続いて3つ目、健全な心と道徳か、僕はもうこれ完全に排除です。健全でもないし道徳もない、クソもないんでね、それはいいとして、これがですね、3つですね、あります。1つ目が誰に対しても正直である、これ1位のやつですね。そして2つ目に支えとなる配偶者がいる、そして3つ目に信仰心を持っていると、はい、これはもう心の綺麗な方、そして道徳心高い方、もう倫理とか勉強してきた人なんかにはもうぴったし当てはまるですね。もう心清らかにもまっすぐ、そして誰もが、あの人は素晴らしいとこう思ってくれるような、そんな方はぜひこう目指していただきたいというふうに思います。
真反対にいる人間なんでね、そういう心清らかな人から見たらもう眩しくしすぎてもう見えねえっていう状態になるんですけどね。はい、ちょっと爪の中でも伸ばしていただこうかなと思います。続いて、4つ目がですね、創造的知能、作る方の知能ですね。はい、これは4つありまして、1つが人が 見逃しているビジネスチャンスを見つける、2つ目が高収益の見込める、市場の隙間を見つける、そして3つ目に専門分野を持っている、4つ目に自分の職業とか、授業を愛していると。やっぱりこういうのって物を作り出す人とか、あるいはアイデアをバンバン出すのが得意な人だったりっていうのは、非常に自分の力、能力を活かせる分野ではないのかなというふうに思います。なんか今日ちょっとめちゃめちゃ噛みますね。ちょっと水分入れます。すいません。皆さんも休憩できました？いきますよ。ということで、やっぱり物を作ることとか、アイデアを出してそれを形にしていくことが得意とか、あるいは形にする人がいて、その形にする人にヒントを与えたりするのが得意な方とかっていうのが、それぞれがタッグを組んだりすると、おーわほいみたいな状態が作れるんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて5つ目がですね、投資です。ここはやっぱ得意な人っていうのはすごく強いんじゃないかなと思いますね。自分一人が働くんじゃなくて、こうお金を働かせるとか人を働かせるっていうことで、やっぱり自分で働いてお金を稼ぐよりも、お金とか人を働かせてお金を稼ぐっていう方がはるかに効率がいいし、リターンも大きいというところなので、ここの分野得意な人っていうのはもう非常にリスクプラス、負荷少なく豊かになれるんじゃないかなというふうに思います。はい、これはですね、結構あります。 1,2,3,4,5,6,7 個ありますね。1つ目が上場企業の株式に投資する、2つ目、優秀な投資顧問がいる、3つ目賢い投資をする、そして4つ目自分の事業に投資する、5つ目最終的には自分で判断する、6つ目妥当な収益が見込めれば金銭的リスクを冒す覚悟がある、そして7つ目に自分の収入の範囲内で生活する。これ投資と関係あるのっていうものもちょっと一見あるかもしれないんですけれども、いろんなですね、例えば株の種類がある中でどれに投資をするのがいいのかなっていうことを、こう人から聞いた情報をそのまま鵜呑みしてやるっていう人は、これはまあ破滅への論論みたいな感じですよね。誰がテニスの王子様だなんですけど、はい、というところで、だから自分がこれが儲かりそうだなとか、これを持っておくと将来的に伸びそうだなっていうものをやっぱり判断するっていう力も投資では大事になってきます。まあ、そういうことが言えるんじゃないかなと思います。それから自分の収入の範囲内で生活するっていうのも、それは自己投資に当たりますよね。やっぱり自分の今持っている手持ちのお金でどれだけの生活ができるかっていうことを身につけてずっとやっていくことによって、自分がどういう生活を求めているか、あるいは今の生活の中でどれだけ豊かさとか裕福さを感じられるかっていうところは、やっぱり投資っていう意味では非常に重要なキーワードになってくると思います。ということで、続いて6つ目ですね。6つ目は運と自己鍛錬です。これはですね、4つあって、1つは幸運に恵まれている、そして1つは、これも1位ですね、自分を律する精神力がある、それから3つ目が安定した精神状態を保つ、4つ目に人よりよく働く。やっぱり運っていうのは流れっていうのはあるかもしれないですけど、それをどれだけ引き寄せるかっていうことも大事ですし、いつでも引き寄せられるために自分を磨いておくっていうことが、これはセットになっているっていうのは、理にかなっている書き方なんじゃないかなというふうには思いますね。はい、そして最後7つ目、知的能力、創造的知能っていうのは表現する、形にして出すっていうところですね。知的能力っていうのはまだ頭脳の方の話ですね。はい、これは、3つありまして、1つは IQ が高い、もしくは優秀な頭脳を持つ、2つ目一流大学に行く、そして3つ目に、クラスを首席かそれに近い成績で卒業する、この3つですね。やっぱり投資とかもそうですし、創造的知能っていうのも活かすためには、ある程度の知力っていうのを磨いておかないとそこに結びつきにくいですよというところですので、絶えず自分の、頭を磨いておくっていうことが、非常に重要な要素になってくるのではないかなというふうに思います。ということで、改めて分類を7つ紹介していくと、社会的手腕、批判者への対応、健全な心と道徳感、創造的知能、投資、運と自己鍛錬、そして知的能力ということです。この7つの中で皆さん自身の得意分野、あるいは継続していて苦にならない、もうずっとやっていきたいなと思える分類は一体どれだったでしょうか。それがあなたがお金持ちになったりとか成功するための近道、あるいは大ヒントになっているかもしれません。はい、ということで本日の動画はですね、以上とさせていただきたいんですけれども、4回シリーズにわたって紹介してきたんですが、実はこれまだ
なんと2章までになりますので、これ10章まである本ですので、その中で皆さんに動画でぜひ紹介した方が一緒に勉強できるなっていう分野の部分があれば、またちょくちょく動画にしてあげていきたいというふうに思いますので、ぜひまたちょくちょく遊びに来ていただけたらなというふうに思います。一緒に勉強して皆さんで一緒に豊かになっていきましょう。ということで本日も動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。お疲れ様でした。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。